決勝戦、勝った MC は2019年1月6日豊洲ピットで行われるグランドチャンピオンに進出することになります。そして見事勝てば300万、このヒップホップドリーム、そして300万以上ね、その年は稼ぎますよ。ライブでも何でもね、オファーも変わってきます。絶対人生変わりますね。1000万プレイヤーも全然夢じゃない。ラップのヒップホップドリームももうすでに始まっております、このストーリー。さあ、その中の今日西日本予選第2回、見事優勝するのはどちらの MC なんでしょうか。まずは両者に来てもらいましょう。ジョーとシーマ、決勝にふさわしい2人でしょう。さあ、そして DJ5 アイランドがバトルビートを聞かせてくれるはずです。決勝のビートを聞かせてくれ。西日本予選第2回、決勝戦はこの2人で戦ってもらいます。それでは先攻後攻、じゃんけんお願いします。そして決勝戦は8小節の4本勝負で行います。いきましょう。先攻シーマ、後攻ジョー、レディーファイト。無理に意気込むなよ、俺に西の宮から息飲むか、俺のスキルこれリアル、さっきの話マスターピー、黙れマスカキのクソガキ、俺のライムマスターキー、決勝点まで真っ先に行く、あ、さっきのテルとのバトルもそうやけど、サイファー上がりをバカにしすぎやろ。あんたも西宮でサイファーやっとったやろ。俺もそうやぜ、フロム西宮西来た、えよ西宮すぐに意気込みな、あ俺があるぜ勢いは、シーマさっさと退きな。あるのは意気込みや、よ顔面蒼白黄緑や、どうしたサイファー上がりバカにしない、ラプゼン西宮ようこそ。おい、お前とのバトルやったな駅前、知らねえ俺いつも通り、西宮帰宅時イラク人すれもうなずか、俺のヒップホップ。やっぱりシーマさん頭悪い、顔面蒼白で黄緑、どういうことは全然黄緑か、うん、あんたを好き取る俺チリトリだ、えいしょ草バトルの続きでもするか、そんなのいらねえ話になんない、このバトル髪型漫才草バトルマリファナ三昧。言っちゃっていいか、あのサイファー一緒に吸ったヤンケボンボクラ、俺ないぜコンプラ、どうせこいつは犬ドッグラン、走り回れビート上よ、俺はいつも耳元緊張なライブ落とし込む、俺が緊張ハイジャックしに来たでナイフジャック。犬ってどっちのこと言ってる、ドッグラン音楽で極端、言葉の爆弾お客さん上がってたんじゃ、俺のライブで手上げてガンガン揺れればいい犬、また笑っている、そういうのがたまに傷、えいライブ吐きつけるジャパニーズ、甘ったるすぎるこいつバヤリース、手上げてガンガン、知ったこっちゃねえよ俺ライブスタンガン、よバンバン頭ブルヘッバンバン、お前じゃ無理開けるかションポンポン、プレイヤーしない高校生の後、お前のライブ何も刺さらねえ、ミスター放課場調子どうかな、俺のライブが何も刺さらねえ、食らってきたヘッドに頭を下げろ、えいよマジで絶対おらんじゃない、人の音と思って聞いてんじゃねえよ、死んでもラッパーだマイクチェックワンツー、ディスられても鋼バイブスのスタイル、俺はそうやって今までをやってきた、どこが完璧な、終了。さあ、湧き上がる拍手やばいです。さあ、それではジャッジに入ります。先攻シーマ、後攻ジョー、まずはシーマが1ポイント。それではジャッジのお二人お願いします。赤がシーマ、青がジョー、レディージャッジ。赤勝者シーマー、非常に大きな拍手を。いえ、そして見事西日本予選第2回の優勝に輝いたのはシーマー、大きな拍手を。さあ、
決勝見事シーマが取りました。それでは振り返ってみましょう。カンさんお願いします。あ、大丈夫ですか。カンさんお願いします。いやそうですね、まあそうですね、そうですね、まあ熱い試合だったんですけど、うん、まあジョーは別に罵倒で一回同じチームになってるからって別に情があるわけじゃないんですけど、踏みますねまた。いやこれはダジャレなんですけど。ダジャレですか。いやまあ冗談で、はい、あまた言っちゃいましたけど、はい、今のはわざとじゃないんですけどちゃんと話してもらって。あ、ごめんなさいすいません。決勝に関しては、はい、まあ細かいこと言っちゃうと僕はポイントだとこれ40対38で、はい、取ってるんですけど、はい、なんだろうな、ジョーのいつもの良さをシーマが消してった、うん、っていう。でまあなんかその消してったのもやっぱこう納得のあるライムで踏んでくから、ジョーみたいなやっぱライムでいくやつは、うん、ああいう感じになるとちょっと良さが消えていってしまうっていう、うん、でも最初の出だしなんかはすごい、スロースタートだったんですけどね、うん、だんだんこう中で一回上がりきったけどちょっとジョーがこう折れちゃったかなみたいな。なるほど。別に中折れたわけじゃないんですけどね。それはジョークですか。フォークさんお願いします。そうですね、まあ決勝、まあそうですね、もう本当みんなここら辺からこう延長っていう声が聞こえてて、俺もすげえ気持ちは分かったんですけど。分かりますよね。だけどやっぱこの決勝に関しては、うん、確実に今のはシーマが勝ってたなっていう。ただ準決勝までのジョーを決勝のジョーが超えれなかったっていうのがなんかまあ敗因だったのかなっていうか、やっぱ準決勝の方がいいバースだったなっていう感じがして、で逆にそうですね、そうなんですよ。だ結構期待値が上がった状態で、だ実は結構自分との戦いだった感じもするっすね、結果的には。で勝ったシーマーに関してはもうパームライトの時にちょっとドラマがありすぎて、うん、なんかすげえかっこいいこう上下関係みたいなのを見て、はいはい、こう後輩を解き伏せて、はい、ステージ上で自分を見つめ直すみたいなとこまで行ってて、はいはい、俺っていうガンジャを吸ってみたいなそうそう、ね、見つめ直してみたいな。そうなんですよ。すごかったっすよね、あれは。そこら辺の比喩表現も聞かせつつ解き伏せるみたいな、はいはい、かっこいいと思って。またそれに対してハッタリ野郎じゃないパームライトがちゃんと言葉を受けて、そうなんですよ、そうなんですよ、ちゃんとそれに対してのちゃんとした反応でライミングしてるところがまたちょっと感動しますよね。そうなんですよね。だパームライト絶対いいやつだろうなって思ったですね。ああいいですね、作品気になりますね、うん、そうですね、本当真正面から。いやそんなねすごいメンツをね倒して見事優勝のぼり詰めました。シーマさんに表彰したいと思います。西日本代表シーマ様、あなたはキングオブキングス2018グランドチャンピオンシップファイナルへの出場を勝ち取りました。決勝大会は2019年1月6日豊洲ピットにて行われる予定です。この度は決勝進出誠におめでとうございます。イエーイ、大きな拍手。どうですか、どうですか、ちょっとウィニングラップでもなんかビートありますか。ちょっとシーマにちょっと合いそうなやつでも。イエイイエイ、大阪まだ元気ですか。いやいやいや、暗い顔すんなって言ってたぜ高瀬くんも。俺らの遊び方を見せてやる。 DJ は5アイラン、はい、ロー揺れろ揺れろ、わせ知ってるか関西の暮らし、その調子は、yeah、俺も16からラップ始めて青春時代食らった HB ファミリア、今ザ・ハッパ・ポッセのファミリア、一夜限りやなれ合いと違う、サイファー上がりもバカにしてはない、それもいいと思う。だけども俺もストリートの意地が悪い、わかるよ、いつでも言いたかったか。手を覚えるライブ着火する、でます前に EP も出して、その後取りに行くぜ優勝、今年は取らなきゃいけないんだぞ。その理由なら勝って話すから楽しみにしとけ、もう俺も一人じゃないからな、この体スキルマ
。さあ、そして審査をしてくれた菅 AK 神とトークに大きな拍手を、ありがとうございます。そしてバトルブレイクを務めてくれた DJ パナソニックと DJ ファイブアイランドにも大きな拍手を、イエーイ。そして進行を務めましたマスターでした、ありがとうございました。またキングオブキングスで皆さん会いましょう。そしてここで、はい、KOK の予選全会場で聞かなきゃいけない質問があるんですが、僕この前戦国で優勝したんですけど、100万ゲットしました、この男。まだです。あ、まだもらってはない、まだもらってないです、まあ、もらってはない、もらってはないです、手にはしてないです、ね、まあ、実感がないです。ないですよね。本体入っていいですか。はい、お願いします。チェックしておいてください。いや、優勝してちょっと自分以外のみんなから責められてるのが出るのか出ないのか、セックスみたいなことばっか出たり入ったりみたいな話ばっかなんですけど、はい、まあもしくは射精みたいな出るのか出ないのかみたいな風俗みたいな話になっちゃうんですけど、うん、出るか出ないか、はい、うん、酒飲んだ後のね、はい、まあだけど、まあ今のは意外とじわじわ来て笑ってほしいんだけど、まあ、まあ、フォークさんが一番反応しましたからね今。まあねまあねって、まあでもそれに関して僕はちょっとはい、やっぱ昔みたいなバトルもスタイルとして表現できないし、うん、ああいう感じで、うん、まあ勝つというか僕の今やるバトルのフリースタイルはどうしてもユーモアだったり、うんうんうん、なんかルールの違 う, こうスポーツバトルにまだ慣れない感じもあるん で,、うん、で何かてめえスポーツバトルだよとかって若い子の気持ちもわかるし、はいはい、まあそれをまあぶん殴ってもいいんだけど、やっぱそうすると今もう障害で捕まっちゃうんでそれダメです。すぐ障害で捕まると思うんですよ、です今の時代、昭和と違って、昭和じゃないんで、昭和はありでしたけど、なんでまあしょうがないから今年僕出るか出ないかはちょっとみんなの判断に任せようかなと思って。そうだよね、だって戦国でさグランドチャンピオン取ったんだから、キングオブキングスのね、ファイナリストとしてファイナルに行ってもおかしくないよね。いや、出てほしいんじゃないですか、やっぱり。いや、俺のまあ大阪での今回予選2回目のこの大阪での判断はまあなしだったと今のは判断します。今のパチパチだとちょっとダメだなと、ダメだなと思います。まあ、出るまでもないなと、うん、はい、とりあえずまあ多数決で多かったら今年出るんでよろしくお願いします。どっちなんでしょうね。まあ、改めて、まあ、このお二人と DJ にもう一度大きな拍手をお願いします。またキングオブキングスで会いましょう。